どうも、なおちんです。ダイの大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。ダイの大冒険の究極魔法といえばメドローアではないでしょうか。今回メドローアが隠し必殺技として控えております。入手する場所ですけども、ここ記憶の神殿ですね。とりあえず入りましょう。入手場所はこの記憶の神殿の16階です。16階の、一番最初のステージで、試練があって、そこで、なんかね、右と左のバランスを良くしろみたいなのがあって、それを合格するとメドローアを使えるようになります。まあそんなにね難しくなくって簡単なので誰でもできるかと思います。まあとにかく16階までっていうのが結構厳しいんですよね。なかなか厳しい。でも、一回取ってしまえばずっと使えるので、ぜひ16回まで頑張っていってみてください。で、メドローアですけども、むちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強い。もう最強ですね。はい。まあ、ちょっとね、必殺技、ゲージを貯める必要があるので、貯めて使ってみましょう。それでは、ゲージが溜まりましたので使ってみましょう。これレベル3で打たないと、あんまりね、効果が薄い感じなんですよね。レベル3で打つと、こんな感じになります。若干ね、当てにくい。当てにくいのよ。なんで、最新の注意を払って、打ちます。見えた？見えた？99,999、カンストするんですよ。ダメージが。ちょっと見えなかったかな？ちょっとさっきのが見えにくかったので、もう一回やり直します。2体いるなら大丈夫でしょう。まあ2体同時に倒したいけどね。2体同時に倒したいけども、この2人はなかなか難しいかな。まあめんどくさいバランの方をやっときたいですね。動きを止めるのがなかなか難しいんだけど、いけるわ、いけるわ、いけるわ。当たる。メドロー、ああ一体だけか。でも一発ですね。ワンパンです。ただあのね、神殿の何回ぐらいだな、16回とか、16回17回ぐらいになってくるとワンパンじゃ倒せなくなります。敵の HP が10万以上なのかな、13万ぐらい HP があると思うので倒せなくなるんですよね。でもそれでも禁止にはできるのでやっぱ強いですよ。まあゲージをね3つ貯める必要はあるんだけども、まあそれぐらいの破壊力はあります。やっぱロマンがあるよね、この一撃必殺っていうのは。 OK、 台に変わって一気に攻め立てて終わりましょうか。オッケー、ライレインでめちゃくちゃ強いもんね。オッケー、終わり。はい、ということで、今日はポップの隠し技のメドローア使ってみました。レベル3まで貯めると確実に99,999のダメージを与えることができます。ただしこれでワンパンできないやつもいます。入手方法ですけども、魂の神殿、いやこの神殿だね、この神殿の16階です。最初から16階に潜り込むのはなかなか難しいと思うんですけども、まあちょっと時間をかけてやるといけると思いますのでやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。